いやいや、どうも、玉坂です。こんにちは。相変わらずコントラバスの部屋には行ってないわけなんですけども、なんと、今日は、ヤフオクで、1円で天体望遠鏡を落札しました。いやー、落札できると思ってなかったんで、もう超ワクワクしてるんですけど、ワクワクしました。送料込みで758円っていう、いやー、嬉しいね。で、これ結構昔から欲しかったやつなので、すごい嬉しいなと思ってるんですけど、早速開けてみたいと思います。天体望遠鏡なんですけど、まあ前に一から開けちゃったよね。こんな感じで、こんな感じになってるんですよ。これ、そうだね。もう俺の姿なんかもうどうでもいいか。こんな感じになっています。これ、超小型天体望遠鏡セレクト300って言うんですけど、これがさ、第一工学、これね、一応ほら、会社ビクセンになってるでしょ。ビクセンは私もファンなんですけども、ビクセン、今、まだやってますね。まだ、すごい精力的に天体望遠鏡を売ってるメーカー、僕の好きなビクセンですけど、これの、その昔、いつなんだろうね、これ。どっかに書いてあるのかな。購入日からって、ここにメモがないから、いつのだかわかんないけど、多分3、40年前じゃないかなと思いますけど、なんか書いてあるかな？書いてないね。うん。これが、50ミリ、5センチの、タイムズレンズ5センチの望遠鏡です。これ、ちょっと色が、こう、くすみ始めてるのわかるかな？ここほら、色がちょっと黄ばんじゃってるのはわかりますかね。経年劣化が。こんな感じで、レンズはまあまあ綺麗なんじゃないですか。うん。いいと思います。いい感じがします。これ、ちょっとじゃあ早速組み立ててみたいと思いますが、まあちょっと一回こうバッと見てみて、まあこれが望遠鏡本体でしょ？で、これが三脚で課題になってるでしょ？課題がこう、ちょっとスムーズに動くような感じの、こういう課題。これは、ファインダーを入れるやつだね。ファインダーを多分このネジにこれを取り付けて、ファインダーはこいつ。ファインダーキャップもついていて、こっち側はキャップないけど、これちょっとさっと、こんな感じになってますね。こんな感じ。まあまあ、綺麗な感じがしますよ。こいつは、5倍としか書いてないけど、まあ見た感じ、1センチぐらい。2センチってどこかな？ 2 センチ。はい。そして、こいつは、整列レンズなのかな？よくわからない。こいつはバローレンズですね。拡大するバローレンズ。3倍のバローレンズ。ついてます。そして、こいつが F6 ミリ、焦点距離6ミリで、こいつが F20 ミリ、焦点距離が20ミリ。こっちのレンズもまあまあな感じがします。けどまあ、うちにオルソーとかケルナーのやつがあるから、それを使おうかなと。使うときに。で、これがびっくりしたのが、ミラーだと思ってたらプリズムが入ってんですよね。ほら。天頂ミラー、これ、要するに、見る場所を直角に、ま、こう、なんていうの、ここで反射させて、直角に見る場所を、ま、なんていうの、曲げて、光を曲げて、見るところを上から見るようにできるっていう、この、天頂プリズムっていうんですけど、これ、俺、ミラーだと思ってたのが、プリズムが入ってて、やったねって感じです。これは嬉しい、ごさん。というわけで、ちょっとじゃあ、これ、組み立ててみますね。はい。ちょっと組み立ててみます。よし。組み立て終わりました。これ良くないっすか？こうで、こうっすね。あ、いいですね。はい。これが、
こんな感じで50ミリのタイプズレンズ50ミリの焦点距離が300ミリ、超小型です。超小型、これがね、なんかね、第一光学って言って、確かね、山形かどっかにある組み立て工場が作っているやつ。今もダコスコとかって言って、あの新品で売ってるはず、うん、でそれがまあビクセンが一回メーカーでやったってことなんだと思うんだけど、まあこの天井ミラーがある、じゃあ天井ミラーじゃなくて天井プリズムだっていうのがすげえ嬉しいとこですね。じゃあせっかくだからあっちのちょっと遠くとか見てみよう。その遠くのなんだ、鉄塔とか見てみよう。天体望遠鏡好きな人はみんなね、あの鉄塔見るでしょ。それを見てみよう。遠くの鉄塔、鉄塔ね、あった。おお、結構いい見え味してるぞこれ。いや、これいいな。ね、見えるかな、ちょっとこれ携帯で今こんな感じでセットしてみましたけど、携帯でどこまでいけるかな。あ、見えたね。この真ん中にあるあいつ、あいつを入れてみました。見えるかな。ちょっとじゃあ接眼レンズにギュッてやったら見えるかな。見えました？これが目視ならもっと綺麗に見えてるけど、ほらすごいいい感じじゃないですかこれ。マジよっ、これ結構綺麗じゃないですか。こいつすげえな、やっぱ50ミリのに。なんか噂でね、この50ミリだけどすごいいいよっていうのを聞いてたんですけど、そして何より可愛くねこれ。いい。ちなみにこっちのファインダーはどうなってるの？ファインダーを、じゃあ、あっちに行け。あ、ダメだ。これ、入ってねえんじゃん。これファインダー使いづらいわ、やっぱちっちゃくって。これでわかるかな？これで、ちょっと。こんな感じ。ファインダーも綺麗だ。すごい。あ、でも、ダメだ。レンズじゃちょっと、映らないね。まあ、でも、あ、ダメだな。これはダメだ。明るすぎる。暗くしても、暗くしたらちょっと、あ、見えるか。ダメだ。これダメだ。というわけで、これ手に入れちゃいました。これね、他にも、60mm、420mm だったかな。6センチのやつと、50センチ、6センチのやつと5センチのやつと、あと8センチのやつとかも確かあった気がするんだけど、何しろ、ちっちゃいのがいいよね。これ可愛くね。すげえいい。すごいいい。やったー。これ、楽しいぞ、これ。今日曇ってんだよなー。そろそろね、夏っていうことは、あの、が超綺麗。夏っていうことは、天体観測ですよね、うん。いやー、楽しみだ。早く晴れないかな。というわけで今日は、セレクト300っていう、これヤフオクに結構いっぱい出てて、なんか1000円とか500円とか1円とかで出てるんだけど、結構おすすめかもしれない。すごいいい見え味。だってこのさ、この F20mm って書いてあるでしょ、これ。この F って俺よくわかんないね。なんかおもちゃみたいな接眼レンズかなと思ったら、なんかそんなに悪くないんじゃないこれ。と思った。こんだけ見えてても、星も綺麗に見えんじゃないかな。ここ油さしてもいいかな。油注ぐってもいいか。
ここが大事なのよね。ここ、ここの、要するに、すっごい拡大するから、ちょっとずれたら、なんかすごい遠くに行っちゃうみたいな感じだから、ほんのちょっとだけずらしたいみたいな時に、ここがスムーズじゃないといけないのね。もちろん上下も。上下も。で、これがすごいスムーズな方が良くて、で、この大きさ、すごいちっちゃくて軽、プラスチックだからすごい軽いんだけど、この重量だったらこれで十分かなっていうふうに思いますね。これ、いいなぁ。ちょっと、ぐらつきはある？まあ気にならないかな。よし。というわけで今日はこれをおすすめしますっていう、ヤフオクで1円だったもんな。1円でありがとうございました。やった。でどうやって締めればいいんだこれ。まあ、とにかく私ワクワクしてますっていうことでありがとうございます。超ワクワクしてる。楽しみ。早く見たい。星が。持ってます。この夏はこれを使いたいと思います。いや楽しみ。ではでは、ありがとうございました。あー、行くよ。します。